そして皆さんには前回どんなことをやっていただいたかというと、皆さんのこれですね、経営の3つの努力と勝手に呼んでますけども、1ページですね、経営の3つの努力のところで見つけていただいて、使っていただいて、続けていただく、これは何だろうかということを、考えていただきました。そしてなんとか間に合いましたので資料に入れましたよね。これはねすごいと思うんですよね、これね。4ページね、この部分ですよね、はい、じゃあ私じゃあこれだけ見といてもらえますか。はい、はい、はい、それでこの見つけて、そして使ってもらって続けてもらうですか、最近これを研修で呼んでますけどね、もう分かりますように、研修則、深く理解して簡単に覚えるということですかね。だから今朝の出てきたマインドマップって何かというと、あれは典型的な例ですね。深く理解して簡単に覚えるということです、そうするともう図を見るだけでこれは何なのかというのが分かってくるということがあるわけですね、だからもう最近はこう、僕自身はもう原始族で簡単に言っちゃうんですけども、見つけてもらって使ってもらって続けてもらうということです。でそれはどういうものなのかということを皆さんにその資料で言うと4ページ5ページに上げていただいたんです。でこれすごい貴重な資料だと思うんですよね。こういう勉強会だから出せてることかなと思います。でそれは当然企業によっても違いますし、業界によっても違っていくんですが、それを見ることによって、あ、こんなことできるんだなということが分かってくるわけですね。